こんにちは、DIY ファームです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回の動画では、この部屋には一周壁紙を貼っていくんですけど、それの下地処理というかですね、事前準備というものをしていきたいと思います。まずは壁にかかっているこの扇風機ですね、後から釘で打ち付けられていただけのものになるので、簡単に取り外すことができました。でこれは火災報知器ですね。火災報知器はどんなものでもですね、とても簡単に止まっているので、誰でも外すことは簡単にできます。でコンセントとか、あとスイッチ類ですね、これのカバーも事前に外しておくことで、壁紙貼りがですね、綺麗にスピーディーにできるようになります。はい、マイナスドライバーがあれば外すことできますね。でこれ外した上の部分なんですけども、ここはもう使わないところになるので、簡単にですけども穴を埋める作業っていうのをしました。本当はですね、穴を塞ぐ専用のものが、あるんですけど、ちょっと丈夫な、シールタイプのもので貼って上から壁紙を貼ればですね、わからなくなりますんで、よっぽどピンポイントでそこを、触らない限りは穴があったことには気づかないというものになります。はい。でこの壁はですね、板が何枚かに分けて貼ってあるので、その隙間がですね、壁紙を貼ると、なんていうんですか、分かってしまうので、パテ埋めをして、その隙間を埋めていってですね、後から壁紙を貼った時に、綺麗にな仕上がりになるように、下地処理をこういう風にしていってます。永遠ですね。パテ埋めは別に難しいものでもないですし、そんなに面倒くさいものでもないので、基本的には全部やった方がいいんですけど、僕の場合はこう手で触ってですね、明らかにこう壁紙を貼ったら、段差ができてしまうようなところだけ、パテ埋めをしています。本職の職人さんとかが見たらですね、ありえないとかっていう風に思うかもしれないんですけども、こうあくまで賃貸に出せる状態に持っていくだけなので、そんなに時間をかけられないですし、完璧を求めるわけにもいかないので、DIY 大家として、最低限のところだけスピーディーにやるっていうのを目的にしています。はい、どんどんやっていきます。こういう感じでですね、はいはい。でパテの作業はですね、夏場であればこうやって塗っていけばですね、最初に塗ったところはもう乾いてくるので、そんなに時間もかからないですし、コスト的にも、1袋2000円とか3000円ぐらいで確かですね売ってるんで、その1袋あれば1部屋だけじゃなくて、3部屋4部屋ぐらいまでは、パテ処理することできると思います。で本当だったら、1度目こうやってですね、パテ埋めし終わったら、2度目のパテ売りって言って、パテは乾くとですね、痩せるっていうんですけど、埋めた段差っていうのがまたちょっと浮き出てくるような形になるんで、本当だったら2回やるんですけども、僕の場合は基本的には1回で終わらせるようにしてます。はい。でここさっきシールというかですね、穴を埋めたところですね、その周りも2、3ミリの段差があるんで、そこもパテ埋めをしてですね、壁紙貼ったらわからないような形にしてます。はい。でパテは特に技術的なものもそんなにいらないので、本当に5分ぐらいやれば誰でもコツはつかめると思います。とても簡単な作業になるので、あんまりですね、こう段差だとかは無視して上から壁を紙を貼るんじゃなくて、しっかり下地処理っていうのはした方が、壁紙を貼ってからですね、乾いてから後から剥がす方が大変だし面倒くさいので、
まあ後から後悔するぐらいだったらパテ埋めはした方がいいと思います。はい。で乾いたらですね、これ今サンダー掛けっていうか、まあ、ヤスリですね、ヤスリ掛けをしてるんですけど、やっぱりこうヘラでパテ埋めをすると、段差ができる、段差が残ってしまうので、最後に仕上げでヤスリ掛けをするとですね、まあ本当にヤスリ掛けをした後手で触ってみるとツルツルというか、まあ一枚板のように段差があったとは思えないほどのですね仕上がりになるので、この作業も絶対やった方がいいと思います。まあ、これなんかはもう一部屋どうでしょう、5分10分でできてしまうので、まあ手は抜かない方がいいかなと思います。はい。でパテ埋めっていうのは今壁にやってるんですけど、床だったり天井だったりですね、どんな角度でもできますんで、覚えておいた方がいいと思います。で外したコンセントカバーですね、まあ、これ新品に変えようかと思ったんですけど、コンセントの形がちょっと、まあ、昔の家なんで特殊で同じものがないんですよね。でコンセント自体を変えればいいんですけど、それもまあコストかかるしめんどくさいので、まあ塗装しようと思ってですね、今これあのブレーキパーツクリーナーで脱脂をしてる状態ですね。まあ、脱脂をしっかりやればスプレー缶でもですねしっかり色は塗る、乗りますので、ここも手は抜かない方がいいと思います。はい。で脱脂はですね、まあすぐ乾くんで、はい、もう乾きました。でこれで乾燥プレーですね、を塗っていってます。まあ、黒が一番ムラになりにくいんで黒を選択してます。で塗るコツはですね、1回で濃く塗るんじゃなくて、まあ2回だとか3回に分けて塗ってった方がいいと思います。1回目はですね塗り残しがあっても、こういう風に今これ2回目なんですけど、2度塗り目で綺麗にしっかり塗れますし、まあボツボツとかですね、もうできにくいので、一発で仕上げようと思わずに、2、3回で仕上げるようにするといいと思います。これで下地処理は完成なので、次回の動画からはいよいよ、壁紙を貼っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。